ナの登場です。どうぞ。大きいな、今日のためにあるの。今日のために大きいな、ね、聞こえ、入っちゃうわ。今日たまに大きいね。頭引っ張ってるもん。めっちゃでかい。今日のたまにゃんはでかいでしょ。今日大きいな、たまにゃん。さらにさらにスペシャルゲストとして熊本県営業部長兼行政部長のくまモンにも来ていただいております。それでは早速登場していただきましょう。どうぞ。あら、久しぶりね、本当。これ見たのは久しぶり。こんにちは、皆さん。ありがとうございます。くまモン、ようこそ玉なしへ。やってきました、玉なしへ。ありがとうございます。たまにはもうお久しぶりです。ありがとうございます。でちょっとね、今日もご挨拶していきましょうか。はい、ありがとうございます。皆さん、改めまして、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。熊本サプライズ、くまモン大会長のくまモンです。皆さん、よろしくお願いします。お願いします。今日はちょっとね、こういう高杉さんの衣装でやってまいりました。熊本さん、ちょっと雨の中皆さんありがとうございます。そうね、高杉さんの体操を落とす人でやったね、そのね、高校生の皆さんとねをやってます。今できる、できる、たまには体操できる。
カモンクマモン、ミュージックスタート。最初はクマモンの振り返りからです。よっクマモン。さあ行きますよ、皆さんお手製です。よっクマモン、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 次のお仕事から。
3名にお越しいただきましたのでご紹介いたします。
浜市認定農業者連絡協議会会長大保健一様、浜名地域振興局農業普及振興課果樹柿産地づくり支援班主幹岩谷明夫様、浜名農業協同組合果樹課課長谷水健一様、本日はよろしくお願いします。続きまして、厳正なる審査の結果見事受賞された3名をご紹介いたします。金賞、土尻隆様。金賞、下田恵子様。銅賞、高村隆一様。本日、中村様は使用により欠席となっております。なお、受賞されたみかんはステージ前に展示をしております。どのみかんも色が濃く、艶があり、甘くて美味しそうなみかんですね。見事受賞された温州みかんはこの後ステージ前にて配布会を行います。ぜひこの機会に美味しいみかんをご堪能ください。食べたい。それでは表彰状の順に移ります。表彰は浜名市産業祭実行委員会会長蟹江雄二が行います。蟹江会長、前へお願いします。はじめに、見事金賞を受賞された野尻様、表彰状の授与を行います。前にお願いします。近い高橋様、あなたは令和4年度浜名産業祭温州みかん品評会において当初の通り優秀な成績を収められましたので、その功績をたたえ、これを表します。令和4年11月23日浜名産業祭実行委員会会長蟹江雄二、おめでとうございます。野尻様には表彰状とクオカード300円分と酪農マザーの乳製品飲料1ケースを名品として贈呈いたします。皆様、改めて大きな拍手をお送りください。認証を受賞された下田様に表彰状の授与を行います。ステージ中央へお進みください。表彰状、銀賞、下田恵子様以下同文でございます。おめでとうございます。下田様には表彰状とクオカード2000円分の独特マザーズ乳製品飲料1ケースを記念品として贈呈いたします。以上をもちまして表彰状の授与を終わります。続きまして公表に移ります。公表は浜名市認定農業者連絡協議会会長大保健一審査委員長が行います。公表いたします。本日ここにご出席の皆様におかれましては、このように浜名市の温州みかんをはじめとした果樹振興についてご協力賜り、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。それでは審査員を代表いたしまして、温州みかんの果実品評会の審査の経過を説明いたします。品評会には21点もの出品がありました。玉
浜名市認定農業者連絡協議会会長、浜名市産業祭実行委員会会長、浜名地域振興局農業普及振興課委員、浜名農業協同組合果樹課長よ、審査員4名に、4名で、審査要項に要領に基づいて果実の揃いや果実の色、浮き川か両替中、機械の工夫、食味、行動について慎重に審査しました。審査員一同、出品者の無臭みかんの生産に関し、熱意が感じられ、いずれの果実にも5つ近く点数が付けられたようにいたしました。その結果、金賞に野尻隆さん、銀賞に下田恵子さん、同賞に中村隆一様の入賞となりました。心からお祝い、お喜び申し上げます。最後に、果実を出品していただいた生産者の皆様、品評会の関係者の皆様へ、一言申し上げます。令和4年度の温州みかんの生産環境、梅雨明け後の猛暑日、8月の長雨や日照不足、度重なる台風の接近、そして果実収穫期の労働力不足、非常に厳しい中、それらの困難を乗り越えられ、美味しい果実を生産していただいたことが、この玉名市の温州みかんのブランドの魅力の強化につながりました。ありがとうございました。またこのような美味しい温州みかんを玉名市の市民の皆さんはじめ全国の方々にも味わっていただきたいと思います。以上をもちまして投票といたします。ありがとうございました。玉名市認定農業者連絡会長林健一でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれをもちまして温州みかん品評会の表彰式を閉会いたします。この後ステージ正面にて温州みかん品評会で受賞されました温州みかんの配布会を行います。ぜひこの機会に余っておいしい玉名のみかんをご賞味ください。その他出品されたみかんは産業祭本部テントにて数に限りはありますが、アンケートにご協力いただいた方に配布を行っております。ご希望の方はお早めにお願いします。金賞がいいよね。金賞がいいけど、金賞がいいけど、あ、私も金賞、金賞でお願いします。金賞ですよ。あ、僕かくない。金賞がいいよね、金賞が。いただきました。桃をもらったよ。熊も良かったね。ありがとうね、くまもん。ありがとう。銀が残ってます。ありがとうございます。これ、喜びます。1、2、3。はい、すごい。
そう、おばあさんもらってください。はいはいはい、はい、お母さんもお母さんもお母さんもはいはいはい、はい、お母さんもお母さんもお母さんもお姉ちゃんのお姉ちゃんの分はい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 背が高い、背が高いな。そうそうそう、大きいな。大きいな。大きいし、1年前の時がもう売れなくなっちゃった。できればもう一人様。頂戴だね、今も持ってるから。1個いただきました。中学生以上の大人の方に限らず、小学生の皆さんの参加もお受けしております。優勝された方には、素敵なプレゼントも用意しております。スマモン。いつもこれくらいなのにね。ねえ、ねえ、でかいバージョンがある。何やって
じゃあねー、バイバーイ、お疲れー、バイバーイ、出るかな、帰った。